松島タワーは宮城県宮城郡松島町にかつてあった展望塔である。松島の景観を見晴らす目的で松島温泉ヘルスセンターの付随施設として建設された。建設の認可に関して国会で取り上げられるほどの問題を起こしながらも1964年に完成した。2002年に解体された松島観光開発が 塩田跡を埋め立て、1959年に大衆浴場と娯楽施設を兼ね備える松島温泉ヘルスセンターを開業させた。松島タワーはその第二期工事として計画された展望台だった。この頃は1964年の東京オリンピックに備えて松島で観光開発が積極的に行われていた時代だった。しかし、 この松島タワーの建設には、松島の景観への影響から、右翼曲折があった。松島観光開発は、松島タワー建設のために特別名称松島の現状変更を宮城県へ申請し、1959年6月27日に、宮城県の文化財専門委員会が、松島タワーにより松島の景観が損なわれることは、ないと答申した。 文化財専門委員会の認可があり、タワー計画が国へ進達されたので、国の許可もいずれ降りると判断した。松島観光開発は、9月10日に松島タワーの寄工式を行い、松島タワーの建設が始まった。しかし10月、松島タワー建設を含む松島の現状変更の申請に計画性、総合性がないとして、これが保留処置となった。 宮城県は、名称地区を俗化させないよう努めるといった方針を、含む形で改めて国へ申請を行ったが、国の文化財保護委員会は、警備な変更や、キツウの埋め立てを認め、松島タワー建設は許可しなかった。松島タワーの建設は、許可がない状態で進む形となった。1960年2月26日、 衆議院文教委員会でこの問題が取り上げられ、委員会の事務局長が一連の経緯を説明した上で、タワーの建設が進めば、現状回復命令を出す考えを表した。3月2日に文化財保護委員会は、松島観光開発に対して、タワー建設の中止及び現状復旧を通告し、4日にも重ねて通知した。 3月12日の参議院予算委員会ではこの問題に関連した質疑が行われた。また、宮城県は建築基準法に基づいて松島タワーの工事停止命令を出した。松島観光開発は松島の特別名称指定の手続きに手落ちがあり国による建設不許可は無効であると主張しタワー建設の続行。 不当な圧迫に対して損害賠償を要求するという態度をとった。松島観光開発は、不許可指令書などの公文書、内容証明付き郵便で国へ送り返し、宮城県の工事停止命令に対しても異議を申し立てた。その一方で、松島観光開発は、宮城県知事、 三浦義夫による国との仲立ちを期待し、工事の一時中止と計画変更の用意があることを示した。3月14日、宮城県の建築審査会が行われて、これに副知事と松島観光開発社長の酒井が出席して、話し合いが持たれたが、両者は対立したまま終わった。この日、松島観光会は重役会を開いて、タワー建設の推進を決めた。 建設不許可に対する松島観光会の主張は次のようなものだった。松島観光開発はこの入り申し立て書を国へ送った。また、宮城県の工事停止命令に対しては、松島観光開発は損害賠償を裁判で求める方針を表した。一方の宮城県も松島観光開発を建築基準法違反で告発する構えを見せた。 松島観光開発は文化財保護委員会のやり方は一方的で独善的であるとし、また宮城県知事の三浦はタワー建設には賛成するが、松島観光開発の態度は強引で誠意がなく、これでは圧戦しても意味がないと批判して、この問題はこじれるばかりだった。3月21日に文化財保護委員会の専門審議会名称部会が開かれ、 ここで、松島タワーの建設の取り留め、現状回復命令を出すことが決まった。文化財保護委員会は、宮城県を通さなければ、松島観光開発の異議申し立手書を受理しないとして、これを繰り返しており、宮城県の文化財専門委員会は、タワー建設には、文化財保護委員会の許可が必要という二意見を、添えて、松島観光開発の異議申し立手書を国に、 進達した。これを受けた文化財保護委員会は、聴聞会を開くことを決めた。この弔問会の開催は異例だった。弔問会は4月14日、東京の霞会館で開かれ、松島観光開発社長の酒井、松島町長、仙台商工会議所会頭、松島タワー建設事務所所長の4名が出席した。 宮城県の文化財専門委員会の古田良一と奥津春思い県陳述人として参加する予定だったが文化財保護委員会は二人に参加資格はないとした。酒井は前述の主張に加えて文化財保護法の中にある関係者の所有権、財産権の尊重を持ち出し、また松島の名称指定地は広いので、その中で名称に値しない部分は除外すべきだとも、 主張した。松島町長は、文化財保護委員会の決定は、町の発展を阻害するもので、タワー建設に対して、適切な助言指導が行われるべきだとした。仙台商工会議所会答は、文化財保護委員会の意識には、現代的な感覚がない、タワー建設地は、松島海岸地区から離れていて問題がないとして、現地調査の上での再検討を望んだ。 建設事務所所長は企業としての損失を主張した。文化財保護委員会からは吉永義信、辻村太郎委員会事務局課長が発言した。事務局課長は現状変更申請の要不要は文化財保護委員会が判断する松島の特別名称指定の際に宮城県知事と宮城県教育委員会に周知徹底を頼んだ。 火力発電所の煙突については、公益性の高さからこれを認めたと反論した。吉永は、松島の美観は調和の取れた水平的繊細さにあり、建設地が松島の中心に近すぎるので、景観に対するタワーの影響が大きいという見解を表した。辻村は、高所からの見晴らしを認めつつ、展望場所として、タワーだけが絶対的なものでないとして、 水上飛行機やヘリコプターを提案した。文化財保護委員会は5月10日に松島を訪れて現地を視察し、松島タワーは松島の中心にあり、会場から見たタワーは周囲の松島丘陵よりも一段と高く、松島の景観を損ねていると13日に報告した。6月10日になって文化財保護委員会は、 3月2日付の松島タワーの建設不許可を取り消したが、タワーは無許可で建設された違法建築物であるから、松島観光開発の異議申し立ては却下するという結論を出した。このことは現状復旧の通告と合わせて、同日付けて松島観光開発へ通知された。 文化財保護委員会の不許可取り消しにより文化財保護法の問題は解決したとして松島観光開発は宮城県の建築許可が下り次第タワーの工事を再開する方針だったしかしタワーの建設が違法に行われたことから宮城県は松島観光開発に再考を促し6月20日の説得が最後であると強い姿勢を崩さなかった 6月22日に松島観光開発は宮城県を通して文化財保護委員会へ始末書と要望書を提出した。松島観光開発は文化財保護法上の建築許可は不要とする考えを変えないものの無許可着工の印象を与えたのは松島観光開発の意図するところではないとしてこの問題を円満に解決したいという姿勢に転じた。 タワーの計画に関しては、松島観光開発は、タワーの位置はそのまま、タワーの計画を大きくは変えない、採算を確保できる、という3点を挙げて、それ以外は情報できるとした。また、自民党宮城県連会長の星名善志郎、松島観光開発会社顧問の愛知喜一に、相談して、知事の三浦に、改めて圧戦を依頼することにした。 松島観光開発は、知事の三浦や宮城県文化財専門委員会の意向を踏まえて建設中のタワーを取り壊すことを決めた。タワーを取り壊すことで、タワーの建設をやり直すことができる見通しが立ったためである。9月5日に、タワー取り壊しの通知が、宮城県を通じて、文化財保護委員会へ通知され、同時に、三浦が、タワー建設の圧戦をする態度を表した。 9月19日に松島観光開発は松島タワーの新案を宮城県教育委員会に提出した。旧計画ではタワーの高さ90メートル、展望台の高さ80メートル、白塗装だったが、新案はタワーの高さ64メートル、展望台の高さ59メートル、緑塗装という内容だった。この計画変更は知事の圧線を前提とする。 文化財保護委員会と宮城県教育委員会の内交渉の結果だった。11月29日に宮城県教育委員会の教育長がタワーの信案をもって東京へ赴き文部省と交渉を始めた。12月25日に堺の社長退任が取締役会で決まった。松島タワーの他に不採未整理の問題があり、かねてより社内で、 対人要求が高まっていたという。翌26日に国から松島タワーの建設許可が出された。この許可にはタワーの外装を松島の景観に合わせるタワーに広告物を付けないタワー周辺に植栽するなど特別名称としての美観に配慮する宮城県教育委員会の指示に従って施行を行うなどの条件が付けられた。 同時に、宮城県に対しても、松島全体の景観について、総合計画を立てるようにすることという通知が出された。この後、宮城県が、建築基準法による許可を出し、松島タワーの建設に関わる問題が、一通り解決した。松島タワーは1964年8月5日に、開業した。その前年の1963年に、 東武鉄道が松島観光開発の持ち株20%を取得して、松島観光開発は東武鉄道の系列となっていた。タワーの開業後、東武鉄道も出資する東北急行バスは、東京から松島ヘルスセンターまで直通バス路線を運行した。観光資源としての展望等の地位の低下、施設の老朽化などにより、松島タワーは2002年3月に閉鎖。 7月から解体された。閉鎖頃の入場料は大人400円だった。なお、タワー建設を進めた松島観光開発は2001年に解散した。建設時の塔の高さは64メートルである。ただし、後に携帯電話のアンテナが塔に付加され、最高部の高さは67.3メートルになったとされる。白色の円柱状の頭部の上に、 赤色に塗装された展望台があり、2本の補助支柱が塔の北側にだけ設置されていた。エレベーターが地上と2層に分かれた展望フロアを結んでいたが、閉鎖した頃には下層の展望フロアは開放されていなかった。塔の周囲に高層建築物などは全くなく、展望台からの眺望は良好なものであった。その目立つ姿から松島タワーは、 日本海側から航空自衛隊松島基地に寄討する自衛隊機の航路目標物としても使用されたが1971年7月30日の全日空機雫石衝突事故を機に使用されなくなったという逸話もある。ありがとうございます。